ちょっとそれだと早めにちょっと。ここハート押すでしょ。ここのハート押す。で中から石仮面を取り出すと。石仮面デスマスクゲット、セーブしとくか一応念のために念のために遠いわじゃない、遠いじゃない。はい6回目のセーブ。さあ来るんじゃないの。さあ走るゾンビ来るか。もう大丈夫だぞ、セーブしたからセーブしたから広いな。走ってくる。あれ走ってこない、なんで。うん、なんかフラグの、あ、結成がフラグか。どういうこと、何のフラグだったんだろう。走ってこないんだけど。なんかな、あれあれれ。結成持ってきたよ。あれ、ここじゃなかったっけ。あれ、ここも死んでるな。ん、ここも動いてないぞ。まあちょっと奥、結成を、あれ、結成持ってなかったっけ。結成を取りに行かねば。結成持ってるんだよな。あー、やっぱあれか、結成がフラグか。結成を渡すことのフラグみたいやな。ここじゃないんだな。ん、てかどこで結成渡すんだ。どこで結成渡すんだちょっと待って、ちょっと待って、結成どこ渡すんだ。あれ、どこで渡すんだ結成。こっちの方か。あれ、ここじゃなかったっけ、結成渡すの。あれ、ここだったよな結成。あれ、結成持ってるよ。あれ、ここじゃなかった。ああ、来た来た来た。え、死んでることになってるリチャーズはすでに死んでいる、ま、マジでちょっとミスった、間に合わなかった、福祉ちょっとちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、そ、リチャード死んだ、ちょっと待て、ちょっとダメージ食らってからこっち血清持ってきてで回復してもらおうと思ったらリチャード死んだんだが、ちょっと、ってことはあそこでも回復してもらうことはできなくなるってこと。うわー、やらかしやな。死ね死ね死ね。ナイフも近い。うわー、最悪やな。うわー、これきついわ、これきついな。死ね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 。あー、ちょっときついな、これきつい、この展開はマジきつい。結成、結成っていうか無料ハーブがなくなるのがきつい。無料
無料回復ステーションがなくなるのがめっちゃきついんだけど。わ、マジか。マジっすか。これは相当きついぞ。どうしよう、ハーブが余裕だわーとか思ってたのに。やば、ちょっと待って、来ないで、今かばれるの痛いんだよ。ちょっと待って、死ぬからやめろ。やばい。あ、やばい、あー、ちょっと待て、死ぬ。あー、ちょっと待って、あー、ダメ、噛まれた、ダメ、噛まれた、あー、ちょっと待って。あー、食われた。さあ、どうしよう。あそこでも後でもいいような気がするな。ゾンビ倒す必要ないだろう、あそこ。特に今は。どうしよう。こっち行く必要ないんだろう。あ、ここ行かないといけないんだ。ここなんか扉開けて、そっから何も。もうね。よし、こっち行こう。ここまだ通ってないから。たたたたた。ここ何がある？ここ何だ？あ、このブクブクもやめてほしいな。これ何実験してるそれか、生き物の匂いがする。何を飼育してたのだろうか。ここは、お、これ以上持ってますね。釣り針があると。いろんな釣り針が並んでいる。魚釣るのかな。ある研究員の遺書、手紙が挟まれている。僕の愛しいアルマへ、ジューン3、3.98、この手紙が届いたということは、僕にとって喜ばしいことであり、そして悲しむべきことでもある。あのサングラス野郎のせいで、君と電話で話すことすらできなかったんだ。アルマ、どうか落ち着いてこの手紙を読んでほしい。僕はある製薬会社の研究所にスカウトされ、そこへ移ったことは前に話したと思う。実は先月、その研究所で事故が起こって、研究のウイルスが漏れ出してしまったんだ。ウイルスに感染した僕の同僚はみんな死んでしまった。いや、正確には死んでないかもしれない。なぜなら彼らは今も歩き回ることができるし、現に何人かが今僕の部屋のドアを叩いている。でも彼らの瞳にもはや知性の光はない。あの呪われたウイルスは人間の脳から人間らしさのすべて、愛も喜びもそれもジョークも永久に消し去ってしまうんだ。そしてアルマ、君と過ごした日々さえ。そうなんだ、僕は感染している。あらゆる手を尽くしてみたが、症状の進行を数日遅らせるのがやっとだった。君が僕の中で日に日に失われていくのが、僕には何より耐えられない。だから僕はこのまま生ける屍になるよりも安らかな死を選んだ。1時間後には僕は二度と目覚めることのない眠りについていることだろう。君がこの僕の決断を分かってくれることを切に願う。さようなら、君を永遠に愛する。マーチン・クラックホーン。容器の中に、昆虫がある。昆虫も持つんか。標本の下にスイッチがある。押しますか？ NO! NO!
とりあえずちょっとアイテムちょっと持ちすぎやな。ちょっとアイテム直すの忘れた。結成ももういらなくなっちゃったからな。釣り針と、蝶々回収かな。釣り針ゲット。いろいろな釣り針が悩んでいると。でこの虫だよね。次蜂のルアー取ります。標本飾られている標本の下にスイッチがある。押しますか。はい押します。何も置かない。何か標本と関係があるのだろうか。あまだ持つのあったんや。やばい、また戻っていかないといけないやつか。中には生活のルポレール。ああもう一個ここのやつも取って、蜂の標本、次に使うルアーを並んでいる。こっちに標本を置くのかな。これを使う。置けた。スイッチがある。押しますか。はい。何も起こらない。何か標本と関係あるのか。え？違うの？あ、こっちにルアーを置くと。で、それから触るのかな。これでどうだ？これでどう？取らないよ。で、これでスイッチを押す。あれ？何も起こらない。何か標本と関係があるのだろうか。え？どういうこと？こういうことじゃないの。ルアーはルアーのとこに置くとかそういう系じゃないんだ。んちょっとどういうことなんだろう。ちょっと蜂の標本のちょっと待って。何も起こらないよな。ちょっと待って調べる。なんかあるんかな。蜂の形はしたルアーだ。針をついてね。あ、これ組み合わせるんか。これを組み合わせて、あー、ついたと。ルアーになった。ルアーだ。で、蜂は？巨大な蜂、まるで生きてるような感じがする。だよな。それだけだよね。え、これも、またルアーを戻せってこと？組み立てて。置いた。こっちは？で、これを置いた。これでどう？押す。おお、そういうことか。お、なんかゲットしたぞ。え、あー、ちょっと生きてるやん。生きてるやん。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと、でっか。お前、でっか。ちょっと待って。逃げるよ。逃げるよ。こんだけでかい蜂やったらあれ。しかも生きとったし。ほんともう。巨大すぎやろ。10センチぐらいなかったあの蜂。びっくりなんやけど。ちょっと待って、今のアイテム何？これ。調べる。これは？絵描き住まえている。特に変わったところはない。特に意味はないのか、今の段階だと。